8小節3番になります。お間違いなくお願いします。それでは行きましょう。先攻木猿高校翔一郎 DJ はチャーカーレディーワン。 Yeah 己の最後ぶつける、つまずくことはできない、いやつまずいたっていい、ラッパってのはつまずきながら行くだけ、そのつまずきか小石なのかでっかい山のかは君が決めるとこ、yeah、 どこまででっかい山、でっかい僕がヒップホップ響かすとこ、yeah、 俺も大なり小なり壁を乗り越えてここまで来たで、たとえそれが小石につまずかれようとも必死に力を追い求めたぜ、あんたもそうだろう、キザル東京代表、俺は今だ東京中野区代表、あんたの場所まで突き進もう、まっすぐに別に東京代表もう返却してるじゃん王座、そういう類いつでも挑戦者じゃなきゃこういう予選1回戦から出るわけねえわ、さっきもガキに言われた、外線出ないっすか、呼ばれないっすか、呼ぶとか知ったこっちゃね、1回戦からバチバチやったら、俺だって1回戦からバチバチでも6つ星疲れてのバレバレだし、そんな気軽さの頭ぐちゃぐちゃにして遠藤の出来上がり、あとはスパイスつけよう、そしたら涙流すだろう、気軽失望と気は抜かれて今じゃおとなしくなっちまってるだろう、いえぐちゃぐちゃでいいんだよ、アルコールと変身混ぜ合わせてぐちゃぐちゃ、そうやって歌うさ仕方ない、涙じゃないよだれ垂らすぜ、ふざけてるだけ、そうやって楽しみながら至るだけ、こいつはカクテル響かすな、格別漫才響かすな、耳元へよだれ垂らすんじゃなくて、俺は自分の歌で脳汁ダラダラ、青天井天井まで登っていくだろう、いつもここから常識の外側でしょう、来たるプンパップなりの粉末ここでバラバラにする、あばら骨がバラバラになっていくその時まで俺も自分信じるぜ、またファッション終了、素晴らしい試合だと思います、バッチランでお願いします。それでは行きましょう、先攻キザル高校翔一郎、勝者キザル翔一郎にも大きな勝利お願いします。それでは次の試合